はいどうも、組んでみたレビューです。富士見の SLK ですね、組みました。これまあ知らないまま組んでたんですけど、デカールが SLK200 と230と選択式にな、選択っていうかまあデカールが2種類あの1枚のシートにね貼ってあったんですけど、まあ箱が SLK200 だから SLK200 で組もうと思って組んでみて、まあデカールとかも貼って、どんな車なんだろうって組んだ後にウィキペディアを見てみたら、この200っていうモデルはね、あのどうやらあの国内には入ってきてないみたいですね。通りで見たことないわと思ったりしたんですけど、ここにね、あのコンプレッサーっていうはあの下級機です、スーチャーだったと思うんですけど、あの入ってるやつはあのちょいちょい見たことあるんですけど、もう入ってないやつは見たことがなかったので、どんなんだろう、なんだろうなと思ったら、どうやら、まあ、地域限定らしいです。地域限定って言い方もおかしいですけど。よいしょ。こんな感じになりました。ですね、組み立てだけに関して言えば、ものすごい組み立てやすかったです。ちょこっととしたバリとかはあったりとかしましたけど、でもそんなひどいバリバリになってるってわけでもないですし、まあちょっとモールドがちょっと浅かったりとかするので、そういうところを掘り直したりとか、あとはそのそれっぽい雰囲気をもっと出したいとかっていうふうになってくると、またちょっと難しいかなと思うんですけど、このサイドミラーだけがちょっとあれですね、あの今回真鍮線仕込んで補強接着しましたけど、あのボディ側にちょこっとこう出っ張りがあって、あ、出っ張りじゃない。へこみがあって、で、ミラーの方にちょっとした出っ張りがあってっていう風で、いや、ここに乗っけて接着しろっての厳しくないみたいな感じだったんですね。ちょっとこの説明書、ピント寄るかどうかわかんないですし、映るかどうかわかんないですけど。そういうのがあったりとかしたので、ちょっとこれはなーって思ったのと、あと、一応、屋根もね、ルーフもこうやって、つけれるんですが、このルーフがね、ルーフの R がね、こことここのガラスの上部のここの部分と R が全然ってことはないけど、しっかり合ってなくて、でこうぴったりこうピタって感じにならないので、この辺はあのしっかり組みたいっていう方はあの要すり合わせかなってことは思います。あとはまあなんだろう、全体的にちょっとあのヘッドライトが大きく感じたので、その辺はね、こう縁をね黒く縁取るやつをちょっと太めにしたりとかしました。ただちょっとこのレンズのね合いがねあまりよろしくなかったりとかするんですけど、でもまあ組むだけで言ったらとっても組み立てやすかったです。まあそのパーツをねしっかり合わせようとかっていうことを考えなければですよ、そういうことを考えなければ、そんなに苦労せず組むことができたので、まあ今んとここれ再生産の情報は来てないはずですが、まあまたね、多分中古とか、あとは普通に昔からやってるようなお店とかではね、店頭在庫で多分残ってるのをよく見かけるキットじゃないかなと思いますので、もしね気になる方は、その辺をちょっとやってみてるのはいいかなと思います。タミヤの方もだいぶ少なくなってますけど、そんなプレミアでプレネで動いてる感じではないかなってことを思いますので、まあその辺はねお住まいの地域とか、あとはそういうリサイクルのショップとか、あとはそれこそそういうショッピングサイトとかでこう別にプレゼで買うようなものでもないかなっていうふうに思います。このキットに関しては。珍しいから、どうしても組みたいからって思ったとしても、ちょっと待ってれば普通に安く入手できるんじゃないかな。まあ、定価とか定価前後とか、普通のね、一般の小売店さんとかで、入手できることもあるんじゃないかなと思いますので、そんな感じでした。まあ、多分再販されるんじゃないかな、されないかな、ちょっと何とも言えないですけど、まあね、再販されたら一応これぐらいな感じには仕上がりますということで、ちょっと実車よりも小さいかなってイメージはしないでもないですけど、でもまあバランス的にこんなもんなのかなってことも思います。ご視聴いただきありがとうございました。